2014年春、日本のフットボールカルチャーを憂い、人知れず立ち上がった二人の革命戦士。ここは東京錦糸町の地下アジト。今宵も肩寄せ合って傷を舐め合う。我らは非力なレジスタンス集団、その名も錦糸町フットボール義勇軍。もうお休みなのだって、ただでさ毎日放送してもうね、タモリさんみたいに日曜日はね調味料にとってサッカータモリ料理をするみたいな。サッカータモリ、いやでも面白いんですよ、あの昼休みの1時間サッカーニュースから始まってくれて、おととい小柳ルミ子さんが出てくれて、いや見てましたよ、超面白い。小柳ルミ子さん CL とか超知ってるんですよ。え、小柳ルミ子が人の花嫁でしょ。マジで、はい、めちゃめちゃ詳しいんですよ。セビージャの遺跡とかも知ってましたもんね。ちゃんと全部押さえてますね。何でハッカー好きなの？いや、なんか、がっつりハマったのはこの2年ぐらいらしいんですけど、あ、すみません、ありがとうございます。2002年ぐらいからこう緩くハマっててって感じで。川勝氏、子孫の、あ、はいはい、焼酎だっけ。タンタカタンの子孫焼酎です。あ、赤いタンタカタンがですね。赤い先生、赤い先生。赤い先生。はい、回しましょう。川勝良一さんがもう回ってますよ。マジか。いや、ちょっと、はい、ちょっと先週反省してください。はい、東京が午後2時の収録にもかかわらず、はい、なんか秋が来たみたいな、お金で秋味を買ってきて、それありがたかったですよ。でももうぐんぐん飲みすぎて、途中サッカーの話をやめて、うん、甲子園の話、まあそれは文化の話ですから、スポーツの話、まあいいですよ。途中なんですか、風俗の待合室の話になって、それは君、それは君だろ。それは私でした、それは私でした。おい、酔ってるけどそれは覚えてるよ。いや、私たちもう63回か4回目なんです、これね。下ネタとか一切言わずにやってきたんですよ。そうだったか。そうだね、一切ではないですけど、あんな本格的な、やっぱり、ええ、まあ、それは総長が聞いました。総長聞いてます、焼きそば食べてます。もう本当離れますよ、同志諸君。日本のサッカー革命をね、こうサポートしようとしてくださってる同志諸君が聞いてるわけですよ、これ。恥ずかしいから布団に潜って親に聞かれないように。昔のオールナイトニッポン、鶴子のオールナイトニッポン聞いてた感じだな。この相当についていくのやめようかって思ってますよ、参謀長。そんなことはないよ。僕は世界で下ネタと笑いだけで渡ってきた男だよ。でやるならば今日最終回だ。終わり早いな。前回からこのくだりちょっと流行ってる。というわけで今日はですね、参謀長、はい、今日は参謀長も、うん、ちょ、本当僕は一苦言ありますね。何ですか。オットナー参謀長、これは、はい、大人であれ、はい、ね、大人だから、ね、やっぱ私もちょっと容姿の仮の職業がありますが、多少こう乗っかってふざけてしまう部分はありますから、そこに、うん、参謀長は大人の意見というか、しっかりこう最後は締めるよ、ね、という意味合いでやっぱり存在してますから、 ね、やってきていただいたことは大変感謝しても、前回に関してはもう参謀長も結構なもみじにまみれてらっしゃった。飲んじゃったね。非常にいいもみじ。もうね、そうね、2時ですよ。そうだね、今3時ですよ、やっと、ね、お願いしますということで、もう参謀長も頼りにならないで、もう上等やもしょうがないですよ、もうそれ。上等やは今日もゲストでね、今日お呼びしましたよ。おビッグゲスト、ビッグゲスト、フットボールを完全に酔っ払いのテンションなんで、それも加味してどうしようか聞いてほしい。今日はもう本当にご紹介しよう。サッカーサブカルのね、トークといえば、もう毎日配信で仕切ってらっしゃる、もうコインにして横浜行くんですけど、フットボールタモリこと、ドロ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 、ダダン。はい、サッカーキングハーフタイム、ニコ生ハーフタイムより MC タツさん来ていただきます。お、どうも。発明ポニーテール
上等兵ここにいてる上等兵、まあ、そこで命名したんですよ ね、 すね相当がつけたんだっけ、はい、前相当とね一回飲みに行った時に、ね、はいはい、ちょっと一声いただいていいですか、どうも皆さん、こんにちはでいいのかなこれは、はいはい、前からちょっと僕も出たいと思ってたんですよ、うん、で今日はちょっと出られて光栄です、はい、サッカータモリこと、サッカータモリちょっと悪い回に当たっちゃった、はい、今日も皆さんすでにお酒が入っててある程度ギアに入ってる感じですね、そう、本当にオイル漏れが離れてギアは入ってるんですけども、もうタツさんといえば僕はもう本当に毎昼、はい、平日はもう本当食器洗うのにちょうどいいんですよ、ありがとうございます。音だけ聞いていただいてるんです、音耳に家事をしながら聞いてるの、ね、あれも音だけでもね、はいはい、大丈夫なので向こう生にスマホでつなぎながら耳に入れながら、タツさんのサッカーニュースとゲストもまたマニアックなんですよね、そうですね、ちょうど先日小柳ルミ子さんに出ていただきました、小柳ルミ子大物すぎて、はい、大物すぎて、小柳ルミ子といえば、はい、かの有名な白蛇荘で杉本哲太と古いエロチックなシーンをしてたよ、そうあれは中学生のところで3回ぐらい、違う違う違う、手つきもおかしいですそういうのやめましょうって僕言いましたし、ね、白蛇荘よりもっとね有名なこうアイコンというか、あのマイルストーンあると思うんですよ、白蛇荘を知らない方のために言いますと、ね、お名であるとか、ある寺にですね未亡人としてあの小柳ルミ子が行く嫁ぐわけです、プロレスラー呼ばなきゃダメ首カシッてやってくれるのねそうなんですよ、すごい、小柳ルミ子さんってサッカーお好きなんですか、はい、あ相当 な、 かなり好き、はい、もうサッカーフリークというか、だってチャンピオンズリーグの決勝何回何回してました、まあ、5回ぐらい見てるんじゃないですか、ね、もう大体繰り返し見るっていうことなん で、で1日まあ3試合最低3試合で、まあ、5試合大体平均5試合ぐらいで、テベスが帰っちゃったのが寂しくてしょうがないって言ってましたね、サッカー好きなんだ、でも若い男に教えてもらったんだよね、多分ケンヤかな、ケンヤさんですね、ケンヤ若くないですあ、そかえでも若く、まあまあ、自分よりでもケンヤと俺1個ぐらいしか違わないんだよ本当ですか、いやもうそもそも相当若くないんで、あ先月白髪の話したばっかりチンゲみたいになってきたからね、そうそうそう、染めるのやめたって、チンゲも白いんだよ俺本当にフットボール義勇軍の配信をしてるんだよ立ち飲み屋じゃないんで来ていただいたんですよ、お願いしてたって、分かった、お願いします、分かった、参謀長も黙ってないお願いします、進めよ進めよちょっと休憩させてくださいよタツさん、だから、はい、その毎日ね、いろんなサッカーが好きな人や、はい、まあ、プレイヤーも元プレイヤーもいればいろんな人を連日こうお呼びして、はい、いろんな話を聞いて、そうですね、サッカーニュースを毎日やってるって、もうあのサッカー本のね面白い切り口から書いてる方の感染力の方の作者さんであったりとか、はい、フットサルのね、うんうん、監督さんであったりとか、ね、いろんなこう海外のクラブチームのキッズ版を作って広めようとしてる方とかね、だってドイツ代表の選手来ましたね、そうですね、ギュンドアンがドルトムントの、あれもびっくりした、そうでしたね、ギュンドアンも出てくるした、びっくりした、あの時もタツさん、ギュンドアンを仕切ったんですね、そうですね、ギュンドアン一応仕切らせてもらいましたギュンドアンってあれ、はい、トルコ系の人でしょ、そうですね、はい、トルコ系です、どんな話だったんですか、その時は、いや、その時はあの、まあ、一番ポイントになったのは、うん、まあ、これができるかどうかっていうところだったんですけど、牛丼を食べてもらうっていう、牛丼に、そうだ、それ見ました、それ見ました、食べてもらうっていうところで、食べてもらったんですか、食べてもらったんですよ、何を真面目な顔して言ってるんですか、ゆるいっすね、そうですね、はい、かなりゆるい放送してます、牛丼はまあ、ね、どういう気持ちで食べたんですかそれ、あの、まあ、最初に本当に15分ぐらい、はい、その番組前に打ち合わせの時間いただきまして、はい、まあ、そこで、あなたちょっとニック日本のニックネームで、はい、牛丼と、まあ、発音が似てるから、そう呼ばれていますと、今日はぜひそれを食べたら日本のファンが喜ぶと説明をして、うんうん、で、まあ、でも理にかなってますよね、はい、何でできてるんだっていう、で、まあ、ビーフとライスだっていう話をしてで、わかった、じゃあちょっとその、本番その実物を見て僕が食べたいと思ったら食べるよ、うん、なるほど、ちょっと無理そうだなと思ったら遠慮させてもらうっていう話だったんですね、打ち合わせできたんですよ、打ち合わせができたんですよ、食べて美味しかったって、で、はい、うん、まあ、その時こう匂いだって、すごいいい匂いだって言って普通にこうお箸を使って食べてくれて、うんうん、でニコ生の画面上に来た、まあ、そうですね、非常に盛り上がりましたね、はは、それは吉野家、それとも福松屋、その時は好きや、
ランプテだったかな。ランプテ渋いとこ行くな。ランプテが好きやから。それ神戸神戸それなんかこうさあの牛丼界の4部リーグのところだよ。それでもいいんだよな。いやまあでも本当食べてくれてでもしかも美味しいって本当に結構、はい、まあね外国でも牛丼はあるからね、うん、あそうなんですか、うん、質問とかしてもいいビーフライスはいはいはい来てください、はい、その毎日放送するっていうのは、はい、もう1年ぐらい前からやってるんですか10月から去年の10月からなんであじゃあもうすぐはいもうすぐ1年ぐらいですかねあちょっと秋味が出たあたりだね我々が去年ここでね秋味を飲んだ今ビッグネームみたいなので、はい、今のドイツ代表、はいうんなりまあ小柳ルミ子さん、はい、他に川勝さんも小柳さんが大好きなんですよ小柳さんが川勝さんを大好きなんでね呼んだみたいな話があったりしながら、うんまあ、あとはあのイベントしたらこの1年でイベントにも一緒にあの出た岡野さんああ岡野さんはい、うん、もうそうですよね出てもらってそのイベント当日の日ですねガイナルとって GM のね、はい、とあとは選手で行くと、まあ、最近のビーチサッカー日本代表の後藤選手とかあとは元浦和レッズの赤星選手おお、ね、スピードスター、はい、スピードスター奈良橋さんのコンビ、ね、そうですね奈良橋さんと森島さんがセットで、はい、あの二人はもう漫才コンビみたいな感じで、ね、そうですねあの二人は本当なんか二人だけでも全然多分いけるぐらい、うん、芸人でしょそうですね、はいそこライト早朝で、ね、ライト早朝も、はい、ライト早朝も、はい、ライト早朝何回出たの2回出てきた、ね、ライト早朝でもはまるそうですね確かに2回ですね知ってたライトショット最近ライトショット単独行動が多くてねそれはやっぱりその何て言うの今日の夜も単独でイベントこれもね最近知ったんだよ最近知ったんでしょ、うん、その、 あの場所ですかね今日ここそうそうそうなんかねなんであの僕らの都合に相当かか合わせられたってことそういうことになるね俺今からサッカー見に行くのに無理やりこっちにぶち込まれて相当もちょっと喋っていただけるっていうねそうだよ話でもうっていう話はさっきも今日の12時に聞いた話僕ツイッターで拡散してますからもうダメですよロックオンですよ相当違うんですよやっぱまあまあいいのよ KFC ねフットボール融合をやっぱりこう拡散していく早朝は早朝なりにつなげていくために私はね、覚えてるわけですけどもあの参謀長はライト総長が達氏と一緒にニコ生に生で出た時見てて、うん、生で見てたんですよ代表戦の時ですよ ね中国戦ニコ生の視聴者ねサッカーキングの視聴者にも、ね、大人気だったライト総長はライト総長面白いっていうのを貢献してくれてますライト総長が人気あるわけじゃないですけどライト総長はこぼれ球をシュートする仕事なんでねこぼれ球をさばく、いやた久保達氏と組んだんで。なるほど。久保達氏はもう。ああ、もうね。ああ久保さんの時もね。ただ久保達氏からの信頼も僕半端ないと思う。そうですね。そうですね。自由にシュート。だから見てて思ったのは、その、達氏の番組を見てて思ったのは、本当にサッカーに携わってるピンから霧まで、いろんな人たちがこう連日出てて、すごくその幅が、なんかどっちかに偏ってるわけじゃないから、うん、その バラエティ豊かというか、うん、そうですねだからそれはそれで新しい試みだなと、うん、あんまりサッカーメディアでそういうことをやってるとこないじゃないですかそうですね、うん、まあ、あの一番は毎日やらなきゃいけなくて、うん、ネタが足りないので、うん、何でもネタにするっていうところが、ね、週休リベラーとか座ってますもんねそうですねあのサッカーヒーローの週休リベラーさんに行って、はい、着ぐるみ着てサッカーを子供たちも教える人がいるんですけど、うんまあ、その人にも来てもらったりとか、うん、ちょっとしか喋らないですよね。そうなんですよね。答えが全部つまんなくてつまんないのが面白いみたいな、はい、なんかそのゆるさが逆にね生の感じでよかったりして、ね、でも本当で継続は力なりだから、はい、素晴らしいよね。ネタがない中でやっていくっていうことって結構本当力になるんだよ、はい、月毎日毎週だから、うんでネタ絶対あの時間を配信して編集業をしてるんでしょ、はい、そのいやでも編集業はあんまりしてないですね今はもうほとんどしてないですもう垂れ出し垂れほとんどあの午後はだんだん鼻出てきてるんですよ喋りも上手くなってきてるしあの番組終わったら大体もうブッキングになっちゃうんですよブッキングやっぱり結構時間くるので毎日でもね見殺しですねあの基本的に、出演自分、まあ企画も自分、ブッキングも自分、まあ、台本的なものも自分なんで、まあ、全部自分でやってるのでいやそれ会社的には、はい、自ら僕にやらせてくださいっていう感じで始めたんですか、はい、それともお前やれ的なところの始まりだった最初はですね、実は結構3年、2年ぐらい前ですね
2年前に、最初月に2回ぐらい夜やってたんですよ、うん、でその、ま、時始めるきっかけはその時 の, そのサイトの、まあ、プロデューサーとかアドバイザーの方が、まあ、もう映像今の時代は映像だからニコ生をやらなきゃいけないとでもう何でもいいから始めろって言われまして、まあ、なぜか僕がお前一番なんか喋れそうだなって感じで始めたのがきっかけだったんですよ、うん、で、まあ、それで月に2回ぐらいでずっとやってたんですけどもその去年の10月の段階で9月ぐらいの時ですね、会長にその時の会社の会長に、まあ、お前もちょっとあれ毎日やれと他がやる前にもうあれ毎日やった方がいいみたいな話になりまして、まあ、それでもう会長 の, その一存で始めることになるほどね。やっぱ実際苦労するのはその毎日のブッキングですよね。まあ、そうですね、一番大変なのはそこですね。誰でもいいってわけじゃないもんね。そうなんですね。俺らみたいに誰でもいいから座っとけっていうわけにはいかないからな。でもよくないでしょ。でも、基本的には誰でもいいというか、あんまりじゃあビッグゲストとかってこだわってなくて、なんか本当にサッカー好きな人だったら、ある意味誰でもいいかなっていうのはありますね。いろんな角度から聞けますね。そうですね。はい。まあ、あと別にサッカー好きじゃなくてもいいかなって最近ちょっと思ってました。その代わりなんか自分のなんかこうスタイルっていうか、サッカー以外のもので、熱いものを持ってれば逆にそれがこうサッカーに転用できるんじゃないかっていうことで、まあ、例えば東京ウォーカーの編集長とかにも来てもらったりとか、あと最近だとウェブライターですごい有名なヨッピーさんっていう、まあ、一番今ウェブライターで売れてる方かな、まあ、その人にも全然サッカー業界で関係ないんですけど、まあ、ウェブでどうやって記事をこうバズらせるかみたいな、まあ、日本で今一番バズらせてる人なんで、先日も千葉市長と にシムシティをやらせてみて、本当に市長はそういう政治がうまいのかっていう企画をやっていて、まあ、それもすごいやっぱり、はい、拡散して、そういう企画が作るのもあって、結局どうしたんですか、疫病でマッドシティになったんですか。いやで千葉市長かっこよくて、その自分 の, そのちゃんと千葉市を作るって言って、千葉市と同じ作り方をここに鉄道を通して、商業地域ここに持っていってとか、はい、ね、コンビナート作ってとかっていう、まあ、やり方で、まあ、それとそのヨッピーさんというか、まあ、対決する形だったんですけど、まあ、残念ながらヨッピーさんもずるいんで、シムシティの、まあ、攻略法みたいなので鉄板のね、鉄板のやり方で勝っちゃって、まあ、でも千葉市長はその自分の街をちゃんと作って、うん、千葉市長の好感度もこうすごい上がるみたいな記事で、まあ、その方にも出てもらって、ど、まあ、どうですかサッカー界なんか今ちょっとその外側からどうサッカーが見えてるかみたいなのもアプローチしたいなみたいな。そうなんですよね。そこはやっぱずっとやっていきたいなって思って、どうしてもサッカーファンってこうタコツボ化していくっていうところがあるんで、熱があるゆえに見えない部分もね。そうなんですね。外の外にね、もっとね、楽しいじゃないですかサッカーのマニアックな話って。でそれをやりすぎてると実はそれって排他的になってるよっていうのがすごいあるんで、なんで僕はちょっとたまにそういう外部の人を入れて、その排他的にならないサッカー界というのをやっていかないと、まあ、J リーグのこうファンが増えないとかってよく問題になりますけど、まあ、実はこうみんなでその空気作っちゃってるんじゃないのかなってなるほど思うんで、とにかく外部の人をちょこちょこ入れようっていう。で総長ね、総長から2つ立ち氏に提案、はい、提言があって、はいはい、1個目は、まあ、これは6総統にも言いたいんだけど、ここまで幅広くね連日放送してる立氏の番組ね、いっそのこと総統官房長も含めてね、出て一回出てみたらどうかって。いやちょっと出てくださいよ本当に。総統がちょっと僕ね一回。いやそうなんだよ、だって小山投げるみ子も出た、はい、あの番組に。小山投げるみ子合わせてくれる。そうだね、俺小柳ルミ子が超好きなんだよ。で特に白蛇賞が好きだ。そうそう。あ、杉本哲也と絡むところが超好き。全言哲也出さない。分かる。もう出さない。それが一つだから、その、はい、どう相当その幅の広いところ、いろんな人が見てるわけじゃない。うん、幅の広さで、うん、バラエティ連日だから月金から。ね、笑っていいと思うのように出てるわけだから、そこに、まあ、サッカータモリ、いやサングラスかけようよ。サングラスかけた方がいいですかね。あのナスガラと思ってんですよね。なんかそれぞれトレードマークがあった方がいいなって。サングラスも、はい、あのドロップティアドロップの形の、はいはい、伊達眼鏡でいいんじゃないですか。目は見えた方が可愛いから。だからサッカーキングのニコ生的にも特にトヨルギウ軍かけてみる。ここはテレレッテッテッテレッテ、今かけました相当ね。テレレッテテレレレン。ちょっとヤクザっぽいな。なんか石原プロのデカモノのドラマに出てきそうな。だからサッカーキングのニコ生的にも、はい、いろんな幅広く受けてるわけだから、うん、別にその我々義勇軍のメンバーがなんか出て
じゃあぜひぜひ革命的な話をするのは別にやるさかじゃないんで、なかなかこうやっぱり会社的にもですね、G リーグの良くないところとかっていうの言いづらい会社なんですね。なんで、まあ、それをこうね、外の人に言わせるっていうのも、はい、そうだから、そう俺はいいけど、岩本さんはどうかな。堂々とさ、スケープゴート。もうこれはもう、使っていただいて、そうそう、堂々とアンチヒーロー。決意を言えるんだよ。すごいよ、それはついに、うちの師匠を連れてまいりました。悪いけど俺と組んで首飛んだやついっぱいあるからね、はい、お前も気をつけた方がいいと思うで、まあ、それが1個目、はい、で2個目は、はい、タツシからフットボール義勇軍にこの間イベント出てもらったんですよね、あの岡野さんと一緒に、はい、新宿ネイキッドの、はい、出てましたね。で、まあ、多分放送も結構ポッドキャストも聞いてもらってるって、はい、この間、はい、教えてくれてたし、タツシからは見てこの義勇軍や、まあ、義勇軍の起こそうとしてるムーブってどう映ってるのかっていうのはぜひこう聞いてみたかったんですよね。やっぱもう本当面白いなと僕は思ってますね。まあなかなかその G リーグに対して、うん、問題提起できるっていうところが、まあ、やっぱないんで、うんうん、まあ、そこの部分で本当に大きな役割をしているんじゃないかなっていうのは思います。どうしてもサッカーファンってこう J リーグが素晴らしいものだっていうスタートから入るじゃないですか。でも本当にそうなのだったらお客さん増えてるんじゃないのっていうところはやっぱ僕はずっと思ってるところでして、うん、本当にそう思うし、はい、この前も甲州交代に1日で負けてたじゃん、はいはい、やっぱりねって思うわけよ、はい、うん、はい、でそういう、まあ、風潮の中に、はい、なんかこう違うんじゃないっていう、そうですね、はい、いう存在が、はいはい、やっぱ必要だと思いますし、で、まあ、そのアイディアもやっぱりすごいこう出てくるのは面白いなと思って聞いてます。だからやっぱり、あ、そうか、 J リーグにこういうことできないから JFL だったらこれができるんだみたいな発見は、やっぱり金色トール義勇軍聞いて初めてね、そういうのこうなるほどねと思うことがたくさんあります。この前もあれ居酒屋むさりく来てくれてたんで、ね、はい、そうなんだ、はい、素晴らしいです、はい、居酒屋むさりくでさ、ベロベロに酔っ払ってたよ。相当飲んでたよ、ね、飲んでました、飲んでました、はい、楽しかったですか。いや、あれはやっぱ面白いですよ、本当に。どう映りますか、その J リーグじゃないリーグで、その変態ですよ。JFL だからこそ見せれる、はい、できるものを具体的な提示方法として見せ、ザカヤムサリコン、はいはいはい、さっきの話と絡めるとやっぱりなんか感じるものってあるんですか、現場で。やっぱありますね、まあ、僕も1年に1回必ず野球を見に行くようにしてるんですけど、でも野球を見に行くと大体僕3回ぐらいで寝ちゃうんですよ。で8回ぐらいに起きて、で気づいたら、はい、気づいたら8回ぐらい、ね、結構寝ちゃうんですよ、ほとんど半分以上寝ちゃうんですよ。4、5、6なら長いね。結構寝ちゃって、でも8回ぐらいに起きて、で、まあ、また酒飲んでみたいな感じで、まあ、大体酒飲みに行って、ね、まあ、最初おーってこう驚いたら大体慣れてきちゃうじゃないですか。でもまあそれでもこう緩いまま、なんかこう許してくれるあの野球の空気がやっぱ結構いいなっていうのは思ってまして、酒飲みに行ってるって言ってもいいんですもんね。そうなんですよね、はい、でもサッカーってそれあんま許されないんじゃないですか、ストイックさが。そうなんですよね、ちょっと真面目にやっぱ見ないといけなくて、でもそうじゃなくてもいいんじゃねえかなっていうのは思ってまして、前々から思って、前々から思ってまして、まあ、ムサリクなんかはもうやっぱりこう、まあ自由、自由、はい、かつまあそのリベラルっていうようなところも。何が一番自由だった？そうですね、やっぱり何ですか、差別がないというか、こう分け隔てないというか、まあ、どこのユニフォーム着てもいいし、どこのちゃんと歌ってもいいし、なんならブーマーのねユニフォーム着て、阪急か、阪急のユニフォーム着てる人もいたりとか、あとね、サッカーですらないですか、トランスジェンダーの方もいらっしゃいましたよね。オカマもね、はい、オカマに至っては、はい、マーメイドジャパンだったからシンクロだからね、競技がそもそも違う、はい、もう競技も世代もヒエラルキーも、はい、ね、性別さえも超えてジェンダーも超えて、いや、そうなんですよ。だからそのリベラルさ、自由さの空気っていうのは、ね、他のサッカーの、はい、なかなか、そうですね、だから日本のサポーターやっぱりリベラルさは足らないなってずっと思ってたんで、そういう意味でそこは本当にどん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 膨らんでほしいなと。でもね、そういうスポーツのところで、はい、サッカーだけなんだよね、そのこうナショナリズムがむき出しにされるの、その腹、ね、排他的とか言い方とか、あとそのよく相当がよくない、よくカラーギャング化、そう、黄色なら黄色以外を認めるとかね、あれがね、やっぱね、そのこう先鋭化だね、こう、なんていうの、うん、
サッカーを狭めてる原因だと僕は思ってるの。それがサッカーじゃねえか外国もそうじゃねえかっていうふうにおっしゃる人もいるんだけど、うん、はい、じゃあお前はそこまでサッカー本当に好きかっていう、うん、なるほど、あのそのこ先週ね、甲子園の話したんだけど、うん、はい、西宮市っていうのはあの甲子園球場のあるとこだから、はい、フラッとあの全然関係のない高校野球を見て盛り上がれるっていう文化がそのあるわけよ。でもそこまで野球好きか、うん、好きなんですよ、うん、彼らは。だけど箱と雰囲気が好きなんですね。そうそう、だけど日本のサッカーの人たちってほんもうなんか違うんだよね。あのねちょっとあの夏休み、愛は愛なんですけどね、夏休みのねその思い出の話ちょっと USJ に行ったんですちょっと長くなりますけどちょっとお越しの、はいはい、聞こう聞こう、はい、ちょっと、ね、USJ に行ったんです。そう、5分です。5分あげます。 USJ に行ったしたらね、 USJ でウォーターワールドっていう、はい、あの出し物があって、見たことあります。そこで前説やってるわけ、はい、でそのお兄さん多分ね、うん、あのコメディ系のこともちょっとよくご存知な前説をよくやられる方、僕のプロの目線から言うとお前ちょっとどっか勉強してたのっていうような前説をしてる、はいはいはい、それで敵が来たらみんなでブーイングしてっていう、あのいわゆるそのなんていうの、後楽園の、ゴレンジャーショー的な感じの、はい、ヒーローショー的な感じの、相手が来たらブーイングして、はいはいはい、あいつは悪いやつだからっていうとブーってそいつが出てきたね、会場全体がブーってブーイングして、でそのブーイングを聞いたらその悪い役が「おー何やってんだ」っていうような小芝居をするわけですよ。でそういうその演出があった方が、そこにウォーターワールドに来てるお客様たちは多分分かりやすいんですよ。だから、そうだから一番僕らがその一番最初にサッカーをこう一番応援し始めた時に、リーダーとかが浦和は悪いやつ、鹿島はいいやつ、だから浦和が来たらブーイングするよっていう説明で分かりやすい対立構造にしてサッカーを教えてたところも実際あって、それがこの夏の20年間のこの J リーグの中でちょっとねやっぱ合わなくなってきたところが僕はあるんじゃねえかなっていうふうに思うんで。だって別にさ、俺あの浦和のに住んでるやつ憎いと思ったことないし、そこまで相当の名言で多数あるんですけど東京ダービーを例にとって、はい、FC 東京のサポーターの中にヴェルディのサポーターに親殺されたやつがいんのか逆にね、FC 東京のサポーターに妹されたことがあるのかって言ったらそんなことはないんですよ。僕がこれだけ幅広い人脈を持ってしてもいないんです。海外でもあんまないですよ、それは。だけどそれはだっておじいちゃんとかおばあちゃんの世代になったらセルティックとそのレンジャーズの中にあったからね、うん、なるほど、うん、それはもうだってそれがあった方がいいっていうんじゃなくて、ないのに形だけを真似してもっていうことですよね。うん、どう思いますか今のところ。そうですね、難しいところですよね。なんかでもまあライバル心みたいなのはあった方が盛り上がるのは確かじゃないですか、うん、そうそう、だからそのライバル心はあってしかるべきだし、そういうのはあっていいんだけど、それを対立構造のその、うん、なんていうの、あのライバル心にする必要はないんだよ、うん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 。まあ本当に怒られるかもしれないけど、北関東ダービーは全部勝ち点1分け合うダービーにしたいですけどね。これ北関東ユナイテッドっていうシリーズにして全引き分け、はい、みんなで降格防ごう。いいよいいよね、団子団子団子、日本人らしいよね、日本人らしい横並びで冗談ですけど、そう結果的にそうなんそうなんじゃないかって言われるような、そうなんじゃないか、そこ言い切ろうライト君そうしよう。で、タツシから見て、はい、今の日本のサッカーのいろんな、まあ、カルチャーから、はい、実際の競技までアスリートまでいろいろ見てて、なんかこう KFG 的に一個提言したいなみたいなことって日頃感じてることで何かありますか？ J リーグ、まあ、サッカー、そうですね、なんだろうね、細かいこと言ったらいっぱいありますけどね、うん、でも僕一番やってほしいのはやっぱファンサービスですかね、うん、なんかやっぱ J リーグはファンサービスは僕は圧倒的に足りてないっていうのは思うところですね。まあ世界で比較僕はしちゃってますけど、
まあ、いいものはいいで、そのまあ、海外のマネコテ J リーグって、まあ、さっきのサポーターのこともそうですけど、たくさんやってる中で、ファンサービスって本当にすぐマネっこした方がいいじゃんって思うんですよね。向こうって、なんかやっぱり僕、衝撃的だったのが、あのドイツのバイエルですよね。あれだけ強くて、世界中にあれだけファンがいるのに、そのまあ、トラパットーニさんが90年代、バイエルンで監督やってた時があるんですけど、まあ、そこに来て一番驚いたのは、スタジアムに行くまでのバスに、サポーター途中で拾って乗せちゃうらしいんですよ。でサポーターがそのバスの中で選手と一緒に騒ぎながらちゃんと歌いながら試合会場に入っていくと、まあ、ドイツの、まあ、ファンサービスはこれぐらい行き過ぎちゃってるよっていうふうにトラパッティさんが紹介してて、まあ、そこまでやれとは言わないですけど、でもドイツっていうのはもう本当徹底的なファンサービスで、まあ、そういう教育がされてるんで、日本からドイツに行った選手で、J リーグに帰ってきた選手でみんなファンサービスやっぱすごく良くなって帰ってきてますから、日本人の選手が、はい、なんでまあその辺はやっぱりその J リーグって国内のリーグやクラブをやってる側の人たちのその保守的というか閉鎖的というか、今のファンサービスに関してだけでもいいんだけど、そのあとメディアロスとか、なんだろう、もっと広く開放していくみたいなマインドが足りないなと感じるわけです。もうまさにそこですね。何が理由と推測しますかね。まあ、これはもう僕昔から思ってるんですけど、あんま言っていいのか分かんないですけど、やっぱまあオリジナル10から始まった、まあ、いわゆるその大企業が、まあそこから出向してきてる人たちがいる時点で、はい、親会社から来てる人たちが何で評価されるかっていうと、減点方式で評価されてるんですね。でファンサービスして何か問題が起こったら減点になるわけですね。プラスを取った時のみたいな、ね、そうですね。なんでクレームがあると減点なわけですね、全てにおいて。エンターテインメントって減点方式では絶対ないですから、絶対成り立たないじゃないですか。そうなんですよ、はい、だからプラスを取りに行けない、そのもう何ですか、まあ対数があるんですね、うん、す J リーグの各クラブに。例えばその先ほど言ったメディアにも出れないっていう、メディアにこうすごく管理してセーブしてるとクローズする、あれに関しても結局広報が一番恐れているのは、ちょっとでもクラブの悪口が書かれたらそれは僕の減点だから、僕は親会社からそこで査定マイナス食らいますと。そしたら全部クローズしちゃって何もない方がいいじゃん、そう、無難に無難にっていうところがあるんで、まあ、J リーグで働いている職員さんはほぼ僕は皆さんそうだと思います。逆に親会社がないところは結構チャレンジングなことがやっぱできてると思いますし、失うものがある人間と失うものがない人間による、はい、その違いは明確に、明確に、まあ、クラブによっても違って出るな、はい、まあ、川崎なんかはでもちゃんと富士通さんいますけど、そこをやめようよっていうのは多分天野さんがアメリカ行って学んできたことはそこで、ね、まあ、その PR とかファンサービスとかっていうのは限定方式じゃないよと、もう加点方式なんだから、やるだけやっただけもういいんだよっていう、大振りする空振り具合もエンタメですもんね。そうですね、はい、その息だったりしますもんね、まあ、心意気みたいな。どっちかというとそのじゃあリーグ全体、まあ、日本のサッカー の、はい、いろんなカテゴリーあるじゃない、 JFL やその下のも含めて、はい、多分100か150ぐらいのクラブがあるとして、はい、まだまだその解放していくっていうか、その加点方式を取ろうとするようなクラブは非常に少なくて、うん、はい、まだまだその減点そうですね、方式の方が圧倒的に多くて、はい、全体的にも J リーグや日本のサッカー自体もすごくクローズな印象は今出ちゃってるなと思いますね。で、まあ、それで悪影響が特にあるのが、まあ、言ってもまだじゃあ浦和レッズ、マリノス、FC 東京とか大きいクラブはね、大きいクラブはまだじゃあいいでしょうと、いいね、まだいいでしょう。でもそれに、J2、J3 の小さなクラブが浦和レッズとかマリノスとかと同じやり方をやるべきなのかと、それを変にいいのかよ、ね、そう、同じ、それ真似ちゃって、そこをあんたたちレッズと同じやり方やったら一生越せないよと、ね、いやー、望月茂吉大変ちょっと見せてくれちゃうことで相模原の話その点ホンダロックなんか試合前に俺と飲み行ったりするからね、すごいファンサービスだと思うんだよね。この前の居酒屋ムサリフでもね、女の子に来てくれたりするじゃないですか
試合前にあのムサリ君の時も来てくれたじゃないですか、ホンダロックの関係者の方が。でもああいうのはやっぱりね、僕はあってもいいと思いますし、だ監督が来て、監督が来ちゃったり、監督がね、あそこの何あのお客さんの前に、ね、ね、来てね、はい、わざわざスタンドまで来て、スタンドまで来て今日はよろしくお願いしますと。いで、ね、もう監督と立場で言うと俺の方が上だから、お前言えよ言えよって言ってるからね。美しいね、景色もあったよ。だから今の話の整理すると、うん、つまりこれだけ20年間 J リーグが誕生して以降は、はい、大中小いろんな大きさのクラブがこれだけ幅が広く広がったから、うん、はい、みんながみんな浦和レッズのような大きいクラブと同じことやってたって、はい、絶対生き残れないでしょうっていうのは一つ価値を思うことだし、浦和レッズと FC 琉球同じことやっても無理じゃないですか。そうで、問題はでもそういう小さいクラブの方からどんどん変わっていけばいいんだけど、そのまだ変わるっていうか勇気を持って失敗してもいいから失うものはないからっていう気風気概を持った人があんまりまだ出てきてないなっていうのも現実今、はい、そこは多分リーグ側の、まあ、体制が機構側が促してあげなきゃダメかなと思ってて、うんうん、な今なんとなく、うん、そのなんとなく J リーグはこう浦和レッズとか、うん、その折り点がやってるようなことを真似なきゃいけないんじゃなかろうかという暗黙のルールみたいなものに多分縛られてる部分が、うん、そう見えない重しにやられてるなっていう感じはしますよね。一方 G3、この間ね、僕なんかツイッターで見ましたけど、はい、相模原のこうサウナかなんかでイベントされて、はい、やりました。昨日か一昨日ですね、ね、場内着を高原選手が来てくれて、はい、トークライブをね、サウナにしたお客さんに、サウナとかよくある温泉の部屋を借りて、はい、トークイベントやったりなんかもしてます。でもその前に風呂行ってるわけでしょ、高原さん。そんなはずですね。裸の付き合いしたファンもいるし、そういうのいいな、そうですね、高原さんみたいな人がそれをやることで、ちょっとずつね。でもさ、ファンもさ、別にさ、あの俺なんかもね、はい、あのもうアントラーズの頃から、はい、そんな選手との壁がなくて、アントラーズはでもいいクラブと思いますよ。ね、はい、G5 がやっぱりそれをやったんで、ね、黒崎とさ、はい、ちょっとセントラルに風呂行くとか言って、はいはいはい、じゃあ行きますかとか言って、はい、あの風呂入りに行って、終わった後にその変にスターにしちゃってるよね。そう、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 ね、そう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 、いや、あ、感じます、それは最近あります、ね、ありますか、そう、それがね、ファンの方からの距離を開けちゃう感じね、うん、そう、最近のね、うん、この15年ぐらい、リスペクトしすぎてる感がありますね。そう、それはやっぱり見せる方が神格化して見せちゃってるから、うん、結局欠点とかそのちょっとおっちょこちょいとかそういうようなところでさら隠すから、どん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 神格されてファンが偉いと思って距離を置いちゃうっていう、なんかね、あの例えばプレーで言えば、うん、アントラーズの柴崎とかすごい上手い選手でも、はいはいはい、それはもう認めようがない上手さなんだけど、うん、もう球団が守っちゃってるから、うん、面白みのある選手に全然見えないんだよね。そうですね、だからスターこそイベントに出しにくいみたいな、うん、あるかも。その点中村健吾選手って面白いですよね、人間味見えますし、だから大久保にしてもそうだし、そのフロンターレの選手みんなそうなんだけど、こうなんか変な被り物したりとか普通にするじゃん、そんなんでいいと思うけどね。だからそれはまだクラブの全体の社風とかそういうマインドがその今のフロンターレのように少ないんだよね、もっともっとやってもいいよねっていう。でもそれってさ、求めるファンがそういうの求めてないのかな。いや、ファンの方はね、はっきり言うとね、分かんないから、クラブがそうしてきたからそれに乗るよ、そうしてこなければそういうもんだって、やっぱ受け身なんだよ、受け身だから、ファンなんていうのは。じゃあテレビ出てるやつの何かやったら笑うんですか、その本当だから、いろんな人間性見せる、僕サッカー以外のことを思ったらやっぱりクラブはこの時代もういくらでも情報を出せるわけじゃないですか。だから僕的にはもう全クラブが毎日ニコ生やってほしいと思って、なるほど、それがやっぱり理想だと思うんですよ。そうだね、でそこでまあその選手のサッカー以外の一面をいかにクラブが見せていくかってことによって、その神格化が避けれると僕は思ってて、うん、私こんな性格こんな趣味の人がスタジアムではこんな顔して走るんだっていう方が、ね、はい、魅力伝えますもんね。僕あの企画としていいなって思うのは、やっぱあのめちゃイケの学力テストとか、はいはい、J クラブやった方がいいと思うんですよ。なるほど、ね、誰が勉強できるのかみたいな、面白いですね。これ絶対みんなやっぱり興味あるじゃないですか。ちょっとどっかのクラブで実現させましょう、これは。それこそ黄色いあの北関東のチームから始めればいいんじゃないですか。私頑張ります。今の話をやっぱ聞いてて、はい、浅間町も同じようなことをずっと感じてたから、はいはい、で具体的にこれどうしていくのがいいかっていう時に、その
田代の意見は、まあ、リーグ側から少し背中を押すような、うん、あのそういうことをやった方がいいんじゃないっていう声も必要だろうってわけですか、はいはい、やっぱりそのやそれでもね勇気を持って踏み出す一歩目を、うんうん、あの一番目になるのはやっぱりみんな嫌がるんですよ、はい、要するにだからどっかがやり始めたら、うん、ああうちもうちもってなる、はい、その最初の線がこうパーンって抜けるきっかけを、ね、これはもう意図的に作らなきゃやって見せちゃうっていうね、うん、そのね企画書は通らないんですよこれさっき収穫して化していく空気が自然に20年間で作られたと、うん、でこれは多分ねお達しの文書でなんか一言も出てないですよね、うん、あの20年前の J リーグ始まった時には実はいろいろあったんですね、はい、でそれが今ちょっと経営が生かしてたりとかもうそれって J リーグ側もそこまで縛ってないよっていうものが何となくでも残ったままになっちゃってるっていう、だからそれを空気としてあんまり突き抜けちゃいけないんじゃないかな、うん、そんなことしたら多分リーグから怒られるんじゃないかなっていうのだけが空気だけが続いてるから、はい、それをガラッと変えるにはですよその空気じゃないいやどんどんやるのがいい空気なんじゃないっていうことをやっぱり作っていく人たちをだからさもう積極的に生み出すしかないじゃないっていう、だからさこう最近思うのね、はい、前園とかさ、うん奈良さんもそうだけどさ、はい、サッカー選手辞めてからの方が超面白いじゃん。そうなんですよ。外れて。そうそう。前園さんなんてめちゃめちゃ、はい、ジェイコード外れてから。そうそう。あれ酒飲んで暴れてからのからキャラが変わってからの方が全然落ちてるよ、ねはいはい、ね。我々義勇軍的にもこういうことした方がいいなと思ったのは、そういう勇気を持ってやろうとしてるクラブがあるじゃない。はい、例えばじゃあ岡野さんだってそうじゃない。なんかカニ持ったりさ、はい、何かを持って、うん、あれ突き抜けてるじゃない。そういうものをいいぞいいぞってやっぱりこう、はい、やっぱり評価していく、ね、加点評価をするような空気をそもそも義勇軍の同士たちぐらいから作っていかないとクラブの方もそのビビりが取れないでしょ、うんうんうん、でサッカー選手やっぱりねこうモテる男の子として大きくなってひょうきんな子も多いわけじゃないですか、面白いこと大好き、面白いこと言いたくて、ね、面白いんですよ。僕もいっぱいサッカー選手とお客さんの前で絡んできて分かるんですけど、やっぱくすぐってあげてこっちがピエロになってバーって空気作ってあげれば乗ってきてくれてすごくコメディアンやってくれる。でもただこっちが形骸化しちゃって品格化してなんとかどうだったんですか振り返っていただけますかとかすると向こうもやっぱりふざけたくても、そうな相手がね真面目に来たりするのも構えちゃうし、ねね、またいい準備して来週に備えたいしか言わないですよこんだけさ、はい、地方球団が増えてね、都市の球団よりも田舎の球団の方がもう多くなってきちゃったわけだから、ねうん、地方の球団はもっと自由にね、うん、ボンボン挑戦していけばいいと思うし、ね、僕山形なんてあれだけ訛りがきつい国の J リーグの、はいあのチームなわけだから、はい、新入団選手は全員山形弁でさせるとかね、はい、無理やりでもね、はい、あこいつ頑張って、はい、もうそれこそいいですね、愛されますね、愛されよ、オルランがね日本語で挨拶したらどうなるんだろうね、そうそう、うんだば俺さゴールバー決めるからとか言って言えばね、一緒だなみたいな、タン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 、それもなまってる、音階もなまる。そういうのね、あの地方球団とすればね、いいね、うん、逆にそいつがその個性出ます、そう個性出る、僕らの応援なんてもう本当独断ですよ、うん、栃木グリーンスタジアムもう周りに民家ないんですよ、うん、ね、騒音なんてもういいんですよ、うん、もう一回あそこだけ治安法を許してくれないですか、そういうのあるやあるや、全然あるや、はいはいはい、ここ来たら治安音聞けるからね、そうそうそう、ブブゼラオッケー、そうブブゼラオッケー、ということでもう春畑道也さんのベーン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 ってもう前初期の感じをね、そういいじゃない、だからあの J2 とか3とか JFL とか地域リーグなんていうクラブから率先してどんどん突き抜けていくクラブをドミノ倒しのように作っていけば、うん、今私が言ってたのは見えない空気はガラッと一瞬にして変わると思うんだよね、うんうん、よくね、あの J、その総統はその地方の球団びいきで折手に厳しいっていうふうにこう言う時があるんだけど、人口的には折手を応援してる人たちの方が多いかもしれないけど、球団の数的には地方の数の方が圧倒的に多いんだから、地方から変えていける方の方が絶対多いはず、その数を合わせれば別に絶対ね、あの折り手には負けてないとは思いますので、まあイコールぐらいじゃないですか、全然なんかこう自由だからバズるね要素が今 J リーグで世の中に訴えれる何かしらを作れる可能性はひょっとしたら
地方のある、地方の球団からその J リーグを変えていけることは十分あるんで、こんだけ増えちゃったんだから。だからもう本当でもね、まあ大丈夫今。なんで素材を動かしてご当地のお土産を作って利幅を得ようと中野社するのに。サッカーのスタジアムに関しては、ね、東京と同じもの作って売ろうとするんですかね。そうそう、だからね、あのそれは売れないですよね。松本山がなんかがそう思うんだけどね、J1 に上がっちゃったらね、普通の J1 クラブになっちゃってさ、雰囲気がなんなの、いいとこなんかありゃしないじゃないっていう、田舎臭いとこがいいのにさ、なんか自分家のところになんかディズニーランド作っちゃったみたいなさ、バカじゃねえのとか。いやー、去年は割と山が面白いけど今年は叩いてますよ。方眼引き、方眼引きです。バカかと思えば、あのそんな変わったんですか、やっぱ J1 なんて。クソ、あのクソ緑。バカバカ。まあでも宣伝されちゃった。本当に三部長も日頃からずっと思ってたことだし、だからメディアとしてできることはそういうところをね、なるべくやりたいですよね。いろんな人たちが出て、あとはあれですね、まあこれちょっと言っていいのかわかんないですけど、写真系のとか映像系の権利がやっぱりもうちょっとどうにかならないのかなと。もちろんその20年前は僕あれで良かったと思うんですけど、まあもちろん中の人たちは徐々に解放に向かってるっていうのは聞くんですけど、徐々にっていうスピードじゃ遅いよっていうのはちょっとやっぱ思いますね。それこそ某 J2 の、まあ本当笑い話なんですけど、あのアーセナルなんてこう試合後あの公式ホームページに行くと、その試合の写真が300枚ぐらいずらーってこう出るわけじゃないですか。で、あのみんなのスクリーンペーパーに使ってねって言って、クラブが無料で写真を300枚出してるんですけど、あの某 J2 の会の田舎クラブの公式ホームページに行って写真とか2、3枚あるだけで、この写真はあの一切二次利用は不可としますみたいな。ブスが寝落ち込みやがる。誰がね、世界中みんなね、アーセナルの写真使いたい人たくさんいて、人気があるのにも無料で解放してるにもかかわらず、ごめんなさい。そうね、何が、商売になるかコンテンツになるかっていうのの基準を20年前に定めた時に言うと、今フリーで巻いてから勝負なんですね。発達した後のこの20年後の今とは価値基準が違うってことを、もう徐々に変えるレベルじゃなくて、一気にパーンって変えた方がいいよ。選手の日記を有料アプリでとかもうバカじゃないですか。だから誰が見んだそんなもんっていう、ね。拡散してからだろそれはっていうね。ジャニーズだけですよそれ今それやってるの。そうですね。はい、厳しかったらピー入れていいですけど、はい、もう本当 J リーグとかね早く潰した方がいいよね。ピー入れていいですけどね。ああいうねなんかそう20年前に作ったガチガチの権利をね未だにこの世でやってるのはね。まあそこは守るべき理由だったんですよ。当初は瀬戸大橋は回収できるまではね値段高かったみたいな。当初は10チームとか12チームでクローズで J リーグが5勝仙台でガーッてやるから、うん、あの J リーグとか良かったけど、はい、今はさそうですよ、さっき言った通りですよ、お前のブログを URL で誰が読むんだよって近いに、うん、だってみんなねもっと値打ちのある人たちがただでいろんなことをやってる時間に自由にどうぞファンの人に今日の試合何百万も見てくださいってやりたくてもことがあったらできねえんだからっていうことになっちゃって、ね、ないとこですよね。あんなの潰した方がいいんだよ。結局エンターテインメント界全体の日本のこのなんつうの下手さ、うん、あのユニバーサルスタジオジャパン見て思ったんだけど、行ってきたんですね。行ってきた。これをさ、やっぱ何行けばさ1万2万みんな落とすんだよ、はいはいはい。そんなのさ、みんなアメリカにチン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 って持ってかれちゃうんだよあれ。さあやっぱりこうやっぱうまいね、あのやり方がね、あ下手ね日本 ね、 下手ですね。エンターテインメントとかに関しては、うん、下手だわ。でもあの歌舞伎座の弁当高いですよ。いやだからさ歌舞伎なんか特にそうでさ、あれもっとさ外国でさ、あのお金を儲けようと思ったらいくらでもやるようなのにさ、あれ伝統文化の枠から抜けられないからさ全然発展しないんだよね。うん、そのスポーツの競技のリーグとか、あとはスポーツのビジネスで最近ガラッと変わったのはまず大相撲、うん、あそこすごいなっていうのと、もう一個はもうすごいですよ。あとは新日本、あれはまあ、あそこのなんだっけカード会社ユークス、後ろですね。
そう、武士ロードさんになってからが劇的だから来週に続きましょうか、だからそういう、ね、あのあれはサッカー界でもできるはずだから、その提言も含みということで、ちょっと来週に、来週もちょっと私来ていただいて、はい、はい、わかりました。お送りしたのはライト、口だけ出したライトは私ライト総長と音の参謀長である、はい、リサイクル情報東平であります、はい、そしてポニーテール情報であるそして笑うとこ真のフットボール革命を指導したロック総統である吉野君、夢も覚めてきたので来週はきちんと放送するので見せよ、これは革命である